どうもー、今日、ちょっとした気づきなんです。ちょっとした気づきというか、前ね、前というか、近所にねパン屋さんがあってですね、そこにね、僕のお店のチラシをね置かせていただきまして、でそのチラシを見て、ご来店いただいたお客さんがおられて、そのお客さんが、リピートにもなってくれたんですけども、違うね、そのパン屋さんじゃなくて、違うそのスーパーというかデパートというか、まあスーパーですかね、とこに、100均のパン屋があるんですね。で100均のパン屋で、ちょっと買おう、パンを買おうかなと思ったんですよね。100均のまあまあそんなにまあまあそこそこ美味しいかなっていう感じで買おうと思った瞬間にですね、チラシを置いてくれていただいてるねパン屋さんのことを思い浮かんだんですね。あ、俺違うわと、俺がパンを買うのは、100均のここで誰でもが買える100均のパンで買うんじゃなくて、そのチラシを置いてくれたパン屋さんでお金を落とさなあかんやと、ここでお金を使ってる場合じゃないと。近所のパン屋さんは100均ではないんですね。いろんな値段がついてるパンなんで、で美味しい、すごく美味しいんですけども、値段はちょっと100円均一ではないという感じになってるんですけども、あ、で気づいたんですね。あ、僕はこうやってね、そういう何も関係のないところ、安いからと言って買うんじゃなくて、ちゃんとこうご恩をいただいてるところにお金を落とすというか、ご恩返しですね。ご恩返し、ご恩返しっていうのをこうしっかりこうやっていかなければいけないんじゃないかな、いけないんじゃないっていう、別に決まってるわけじゃないんですけども、そんな誰が見てるわけでもないし別にいいんですけど、僕の心の中だけの問題なんですけども、商売をやってる以上ね、その、一応恩を受けたところにしっかり返すとか、そういうことをしっかりしていかなあかんかったりとか、そのお店を、宣伝というか、なんかでこうお客さんに伝えて、で、あ、こう美味しいですよねっていう話をしたりとかですね、そういうことをこうやっていくことをしていかなあかんやろなというふうに、改めて思いましたね。ほんでこう他のことでもね、こういうご恩返しのことをこうしていかなあかんのじゃないかなと。やっぱお世話になったことに対してしっかり返していく、それを、もうちょっとね、その僕の個人的なことだけじゃなくて、もっと広い形でそのご恩返しをこうしていくいう風になればもっと理想かなとは思っております。ちょっとね、その100均のパンでね、ちょっともう買おうとした瞬間にちょっとね、僕の中で思ったことですね、こういうことをね、積み重ねていってですね、自分の中のねこう信用というか、そういうものを作り上げていきたいなと思いました。今日の気づきは以上です。どうもありがとうございました。